はい、タチャハオ、こんにちは、シャンメイです。本日は、ストレイキャットドアーズ3、やっていきたい。というわけでね、ガチャが回せるので、回しますよ。何が出るかな？出るかな？お。とりあえず後で。メダルでも回せる。広告を見ても回せる。ちょっとせっかくなんで。お、切ってある番。だね、右上のね、スキップを押してと。よいしょ。お、服だ。旅行カバンで確認できます。餌。これで、あと一個かな。服だ。最後。またちょっと貯めたら。魚。よし。というわけで、あとはちょっと動画を裏で見つつって感じかな。あ、そうか。こっちで回しても、あ、よかったんだね。こっちは餌だけかな。こっちは服。ラインナップ。あ、いっぱいある。なるほど。これは天井があるガチャだね。多分。おそらく。天井があると信じる。で、これ餌皿に、あ、2個は一気に入れれない。好感度を上げていく。はい。着替えれる。さっきゲットしたのが、でまずこれから着ていこうか。そう、ステージって全部で何ステージあるんだろう。全然把握してないけど、見逃してしまったワールドマップイベント、そんなのがあるの。今んとこ多分見逃しはしてない。あ、これはステンドグラスが見れるみたいな感じかな。あ、これ各ステージがここで始めれるんだ。あ、もう外に出なくても、この部屋の中から。あ、なるほどね。この時計を触ることで始めれる。あ、右もあるのか。ステージいくつなのかな、これ。トランクが着替え、本棚が、あ、さっきの切手コレクションとか言ってたね。こういうことか。なるほど。よし。じゃあ、女の子をタップして、ステージ、ん？おばあさんかな？亡くなったのかな？ひょっとして。いや、だってさ、存命だったら一緒に写真とか見るよね。アルバムっぽいのを画用紙とかで作ったのか。いいね、かわいいね。ら、確認できます。部屋に入ってからだね、多分。で、今、ん？今行けるところは、ここだよね。ステージ2。じゃあ行きます。えい。
お、水鉄砲。ピーターパンとフック船長。毎回扉は違うみたいだね。ふんふん。たまたまだけど。お、衣装をゲットしたよ。OK。ピーターパンみたいな服になったね。一緒に脱出しよう。いいね。これはなんだ。え？なんかないですか？わからん。どういうことなんだ。これはさっき反応なかったから、これどういうことですか。回転できないんだけど。ちょっとリセットができる。なんかルールがわかりません。3回だけカッティングできるみたいな。これを合ってんのかな。こうで、こう、あ、そんな感じね。単に切り出したいところをタップすればいいだけだった。あの黄色いところはあんまり関係なかった。これは結局何だった？わからない。反応がないです。ロープを触っても水を触っても反応はありません。先行くか。うん、他は特に何もないかな。どういうこと？
待ってね。どういうことなんだ。あれなんだよね。どういうことなんだ。でも総当たりしかなくない？何のルール？どっかにヒントある？ちょっとルールが分かんない。ヒントもないんだ。あ、待って。これ、水中を見れるやつではないか？ん？ん？ちょっと待ってね。章の位置とか関係ある？さっきのヒントかと思ったら別にそういうわけでもない。これ以上もう左下にはいけない。第1個はこのハマグリみたいなやつが2個分と一緒。これヒントだよ。他ない。お、渦巻き貝はハマグリみたいなのと巻き貝と一緒。まあ重量とかで考えればいいのかな。価値とか。ってことは渦巻きが一番この価値があるだか重いだかってことかな。でいいかな。なるほど、このヒント見ないと永久にわからない。ってことは仮にまあ渦巻きを3としよう。で、巻き貝を2としよう。で、ハマグリを1とする。と、勘定としては合うか。じゃあ、ハマグリが1なんで、これを置いて、別にハマグリ2でもいいか。これでもいいか。うん。違うのかな？ちょっと待ってよ。いや、こうするべきか。で、これ2にして、これで3で、下が4になってるはずなんで、これで OK。OK。よしよしよし。はい。いや、さすがにヒントないとあれは結構厳しいね。で、多分総当たりしていけばいけたかもだけど。
これで渡れるので、あ、いけないんだ。これでいける？ダメか。赤踏んじゃったらなくなるよね。緑を踏んでみる。これ何回か踏むと変わる？あ、これはこの2パターンしかない。では無理だ。逆に青をもう踏んでもいいんだ。違うな。一回そこまで行ってみていい？その虹色の回は特に。あ、多分向こうに渡らないといけないのか。一回。だよね。ってことは。違うな。こうで。違うな。ピンクなくてもこれ大丈夫なんだけど。あ、いけないか。いや、これはこっちだよな、さすがに。一回北に渡るんだと思う。これダメだよね。これは多分こっちで確定だと思う。問題は これじゃ意味ないんだよな。これって多分通れないんだよね。通れないんだよね。
猫さんに渡ってもらうのか。そういうことね。わかりました。なるほど。もう何にも考えなかった。自分が猫さんのとこに行くことしか考えられへんかった。よし、今度こそ。鈴をもらいました。猫が仲間になったよ。やったね。この辺はまだ全部ん？猫が仲間になると潜れる。こっちは壁があるからいけないのか。登れる。あ、このロープがついてるところは降りれるということが判明しましたので、ここだ。ここはどこだ？宝箱。で、謎の貝殻を拾った。ここはこれだけの場所かな。地図。2-1。このエリア全体が2-1なんだ。他は特に何もなさそうだ。登ります。他は向こうはいけないか。これはもうあんまり意味ないかな。多分もう使わないやつかな。だよね。で、奥って確か道があったはず。行きますか。2-7。おお。うん。なるほど。青が待って、ボタンがこっちを向いてないとダメだ。動かないんだ。
すると、あ、そういうことか。あの柱が降りたからこいつが飛ばせるはず。やべえ、話しかけられない。もう押せるボタンってもうないぞ。あ、これ、あ、そこもいけるんだ。なるほど。1,2,3,4,5,6で、1はもうこれ決まってるんだ。この三角形3つ集まったマーク。ちょっと調べてこないと分かんない。これはなんかはめる？あれのヒントだよね、多分。こう並べろってこと？かな？かな？ヒントなのか？こっち行けるね。これはなんだ。はい。お？これがある大前提のヒントか。これをはめるんだな、きっと。5で2で1で、その上が3で、一番下が4、いや、6か。6で。で、カエルが乗ってるとこが4かな。オッケーオッケー。ヒントはでもこれくらいか。でも一回見てこないとわかんないね。はい。ということは、1が、あ、このね、三角3つのやつで、2が横三角、3がスペードじゃない、ダイヤ。で、4が、4なんだ？ 2 つかな？二つ三角。向き合った。で、5が再びひし形の、6が五角形、正五角形。これがヒントかな？おります。あれ？あ、そうか、これを合わせてないからか。では、いざ、参る。まずは2番が、横三角だよね。これで、3番が、ひし形。4番が、向き合った三角。5番が、ひし形で、最後が五角形。オッケー。
お、ここはでも割と親切なヒントだった。比較的分かりやすい。すると向きが変わったのでこれが発射。まあ太陽マークの海底神殿が扉が開いてるはず。あ、開いてますな。まずはこれ、宝箱開けます。ちょっと見てくる。メタルゲット、あとはこれぐらい。ん、なんか押してる。拾う。他はこれぐらいか。ないな、ヒント。何桁かもわからんよね、これ。だね。桁数もわからん。他に行けるところはない。登ります。あとはなんだ。あと何あれ、なんかあるか。いや、あんま意味ないよね。全部浮かしたらなんかある？ちょっと見てみるか。全部浮かしてみるか。浮かすっていうか位置を変える？なんか変わる？海中は。位置が変わってるだけかな。ん？ちょっと待ってよ。今。おや？緑と、ちょっと待って、間違えました。緑と、一回登ってみるか。緑の位置替え。と、全部囲えってことだよね、多分。そうすると、ちょっと奥とかは、あれ、いけるなるほどね。はい。でも、あんまり、その、
クリアには関係ないね。じゃあ登りまして、あとこれかな。で踏んで、あ、でも関係ないかな、位置的に。違うな。何が違うだ。一回赤を変えるのかな。赤の位置を変えるか。いや、なんかおかしいぞ。これじゃないな。赤じゃないな。いや、合ってんのかな。ちょっと待って。あ、で、オレンジじゃない。イエローを戻さないと。これで、うん。これでいけたの。これ以上は。あ、開いた開いた。はい。ちょっと待って、かけ玉ゲットできたけど。海底の謎は解いたか？もう特にこれ以上はないよね。特にないよね。こっち来たことあるっけ？ちょ行き過ぎた。よし。ここはこんだけかな？さすがに他のものはない。で、これだよ。お？他は特になさそう。で、神殿どっちだっけ？一回登るか。多分あの地下にはめるプレートだよね。左側が確かにくぼみがまだあったもんね。えい、あ、外せる、はめる、んと数字がなんかこれ意味がある。これが3、ひし形が4、向かい合ってる矢印は6、三角が、あ、三角が3の扱いなのかな、どっち向いとっても。だとすると、ちょっと待ってよ。一回戻る。一回戻らないとわからん。多分あの矢印通りにパスワード入れようってことだね。待って。4、3。これ普通の四角形も読んでいいのかな？普通の四角形からだけど、これ4、辺の数だと仮定しよう。もしくは。変じゃないな。普通に四角形の4ってことでいいかな。いや、変の数でいいのかな、やっぱ。変の数だと仮定して、次も4、3、ちょっと待ってよ。9か ?9? 仮定してね。で、5で、これ3でいい？裁縫。じゃあ辺の数だと仮定しますね。あと443953。違ったらわからん。もう。
3953。よしよしよし。そして。あ、違います、こっち。えい。待てー。拾う。かけら結構集まった気がするけど、まどかな。お？うんうん。怒りが。怒り、火事、方位磁石、方位地震、で、魚で、浮き輪、動かす方向かな、何かを、どうも。よくわからんけど、わかった。この辺は意味ある。ないか。ん？3枚いる？のかな？一応もう一枚持ってくるか、じゃあ。プレート。こっちじゃなかった。こっちです。あ、そうか。はい。プレートを使う。他は多分海底は寄るとこはないね。で、最後のプレートをはめます。うん、これはそんなに難しくなかったの。たまにあの背景かと思いきや、もう外せないね。オッケー。じゃあ行きます。ほほう。あ、さっきのヒントだね。待ってよ。まずこっち行って、でこれ上下にしか動けない。待ってよ、ゴールから考えてこようかな。ゴールから考えると、まず上だけど、これどっちにも行ける。上しかないか。で、右行って、右行って。で、上。あ、多分上だな。いや、待って、上、下。右でもいいか、右。
っと待って、これ前後左右どこでも行けるんだよね。なんか他にルールある？なるべく遠回りしろとか？じゃあこっち行ってみる？どういうことなんだ。逆算する？いや、そんなことないよな。逆に考えるのかな。ちょっと待って、こうで、いや逆も難しいなこれ。逆も無理だな。ちょっと待ってよ、もう一回確認しておくよ。こっちに動くってことじゃないのかな。最後の最後に難しいぞ。でも普通はゴールに向かうよね。で、舵は、あ、ごめん、舵は上下にしか動かせない。で、方位磁針じゃない、これが、上下左右どっちでも OK。家事のことちょっと勘違いしとった。上下左右じゃないね。上下だけだね。お。お？慌てておる。よしよしよし。これもさっきと同じルールか？いや、ちょっと待って、また違うな。あれでも一緒かな？なんか謎のでかいホタテみたいな二枚貝が
ハマグリと渦巻き状の貝でできるよ。4って扱いかな、仮に仮定すると。多分ね、ハマグリが1という扱い仮定してね。で、巻き貝、細長い巻き貝が仮定して2で、渦巻き状の貝が仮定して3ってことで、そうなると、渦巻きの3とハマグリみたいなのが1で4でいいかな。これなんだ、あ、降りてくってことね。はい。とりあえずはめていい？荷物が多すぎ問題。でもあと1個が足りてないだね。他になんかないか、大丈夫か、忘れているものはないですね。よし、いいだろう、勝負。なるほど、4を超えようと。待ってよ、で3だから、いや、これ超えれなくない？あ、そこで手持ちを足すのかだよね。で4だから、ここに出せる。なるほど。え、足りないぞ。いや、足りるか。これで4、5。いや、これでいけるはず。よし。どやーどやー、大人げなく子供を任す、これが大人の力じゃい。あ、ありがとう。いや、でも1時間ぐらいかかった気がする。かわいいですね。じゃあはめますか。はい、ピーターパンっぽい世界、やったね、脱出だ。時間大丈夫か。平和。先に帰っちゃったね。家族が迎えに来て、で、この女の子は家族が迎えに来ないんだよね。なんか複雑だね。よし、というわけで今回はここまでにしたいかなと思います。ご覧いただきありがとうございました。また次回配信でお会いしましょう。失礼します。